プロトケラトプスは白亜紀後期のカンパニアン紀、モンゴル周辺に生息していた草食恐竜。人間とのサイズ比較全身骨格 P. ヘレニコイナスの頭骨トリケラトプスなどと同じ角竜の一種であるが、原始的で角はほとんど目立たない。体長は正体で約2メートルと角竜としては小型。かつてベロキラプトルと争ったままの状態のいわゆる闘争化石が発見され、有名になった。また卵の化石が見つかった最初の恐竜である。卵発見時の様子から子育ては集団の中で行われたと考えられている。体の形状や頭数が多くて群れで暮らしていたこと、広く肉食恐竜に捕食されていた、などの特徴から白亜紀の羊に例えられる。植物食であると考えられるが、具体的な種類は不明。丈夫な角竜独特のくちばしを持つことから、かなり硬いものも食べられたが、トリケラトプスのようにデンタルバッテリー構造は発達しておらず、それほど消化効率は良くなかったものと考えられる。孵化した幼い P. ルジーの化石卵たちがアルスの化石尻尾の形状から泳ぎに適していると考えられ、中生代、生息地の中央アジア周辺のみならず地球の大半の地域が湿潤だったことなどから、プロトケラトプスは沼や湖などの水中で暮らしていたのではないかという説がある。しかし決定的な証拠はなく、一つの仮説である。プロトケラトプスの頭骨。鼻の上の突起と首飾りが角竜の特徴を示している。プシッタコサウルスと同様に、以前はほとんどの角竜の祖先と考えられていた。しかし、生息時期がトリケラトプスなど北米に生息していたものとほぼ変わらないため、祖先というよりは原始的形態を維持したまま定着した種ではないかと考えられるようになってきている。また、現在ではアーケオケラトプス、ラオケラトプスなどプロトケラトプスより原始的な角竜が発見されている。詳細については角竜下目分類も参照。ありがとうございます。